グッドガールズ、崖っぷちの女たちは、2018年から放送されているアメリカ合衆国のコメディドラマシリーズ、スーパー強盗を計画する3人の女性を描く。原作、制作は、ジェナ・バンズ、出演は、クリスティーナ・ヘンドリックス、レタ、メイ・ホイットマンなど。アメリカでは2018年2月26日に、NBC で放送が開始された。日本ではネットフリックスから、 日本語字幕、吹き替え版が配信された。本作はシーズン4への更新が決定している。ミシガン州の郊外に住むベス、ルビー、アニーの3人の女性はそれぞれに金銭問題を抱えていた。3人は人生を立て直すため近所のスーパーに強盗に入るが、思っても見なかったことが起きてしまう。グッドガールズ、崖っぷちの女たちのキャスト。 上段左からクリスティーナ・ヘンドリックス、レタ、メイ・ホイットマン、レノ・ウィルソン、マニー・モンタナ、マシュー・リラード。第1シーズン撮影は、ジョージア州、ドラビルのサードレールスタジオで行われた。第2シーズンは、カリフォルニア州、フィルムコミッションの前制優遇措置を利用するために、ロサンゼルスで撮影された。本作は批評家から肯定的な評価を受けている。第一シーズンは、 映画批評集積サイトのテ点トマトズに48件のレビューがあり、批評家指示率は60%、平均点は10点満点で6.34点となっている。また、メトクリティックには21件のレビューがあり、過重平均値は60、100となっている。第2シーズンは映画批評集積サイトのテ点トマトズに8件のレビューがあり、批評家指示率は100%、 平均点は10点満点で6.25点となっている。第3シーズンは映画批評集積サイトの6点トマトズに5件のレビューがあり、批評価支持率は100%、平均点は10点満点で8.55点となっている。ありがとうございます。